まず高い。ディズニーの映画がつまんだ。新しいアトラクション2時間待ちですとか言われて、いや、金払って2時間ぼーっと経ってんの。無駄じゃね人生の。確か、あの、ディズニーランドの、あの、20代、30代より40代の人が多く行ってるとか、なんかそんなデータが最近出てた気がするんですよね。で、結局その、まあ、なんでかというと、まず高い。<laughs> まあ、これはしょうがないんですけど、 で、さらにあのなんかディズニーランドの新しいやつが出た時に行きたがるやつっていうのは、そのディズニーランドめちゃめちゃ好きですっていうマニアなんですよ。で、そのマニアの人たちがどんなネタでも行きますっていうので、もう最初頃にバーッと予約しちゃって、で、めちゃめちゃ混んでってなるので、そのそんなにディズニーランド興味がないよねっていう人が行ってみると、もう新しいアトラクションもなんか2時間待ちですとか言われて、いや、金払って2時間ぼーっと経ってんの。 無駄じゃね人生の。って思っちゃうので、ディズニーランド行っても、要はあの、人気のアトラクションは3つ4つぐらいしか見れないよね。で、それでこんな高い値段払って1日使うのってなるんだったら、空いてるところの方が楽しくねっていう風になっちゃうんですよ。で、じゃあなぜ過去そうならなかったかっていうと、あの、ディズニーの映画が結構人気だったのと、あと、ミッキーマウスとかの元のディズニーキャラの人気がそこそこあったんじゃないかなって気がするんですよね。 ね、ミッキーマウスが出た最後の映画って、まあ、映画というか、一般の人がディズニーの,あのミッキーマウスに触れたのって、机にの,のゲームだと思うんですよね。後ろ姿だけで出てると思うんですけど、なんだっけあの なんか、あの、キーブレードっていう、あの、鍵の形をした武器を使う、スクエーニーが出てるディズニーが絡んでいるゲームがあるんですけど、多分ね、一般の人が触れたビ、そのディズニーが出てくるのって、多分キングナムハーツが最後だと思うんですけど、で、それもあのね、ミッキーはね、後ろ姿の影とかしかじゃないんですけど、っていうぐらいで、要はその、ミッキーマウスがいるディズニーワールドだよって言われても、このネズミ誰っていう方が、で、なんかディズニーランドはネズミ推しなのね、風運っていうのぐらいで、 その、ミッキーマウスに対する思い入れっていうのが、まあ、ほぼないんですよ。若い人たちは。じゃあ最近のミッキーマウスが出てる一般の人が見たものを教えてください。どうぞ。で、あのー、20年前ぐらいだと、テレビ東京でディズニーランドの番組とかあったんですよ。あの、子供向けだったので、多分、今大人の人全然知らないと思うんですけど、 なんかあの、テレビ東京のなんかあのね、ど、なんか土日かなんかのね、昼とかね、変なマニアックな時間帯に、なんかディズニーランドの、あの、なんか提供の番組があったりとか、あとあの、ディズニーの CM というのが、昔ちょこちょこ入ってたんですよ。なんか夏休み前になると、こうディズニーの CM が全国で流れて、 で、とか、あの、なんか、冬休みとかだと、ディズニーの CM が全国に流れて、なんか、楽しそうな子供たちっていうのが映って、で、そこで、あの、なんか、こう、ミッキーとかミニーの子をなんか耳つけて、こう、歩いててっていうのがあって、なので、こう、ディズニー、その、一般の田舎の人たちというのが、夏休みとか冬休みに、ディズニーランドに行って、そこでディズニーグッズを買って、そのなんかあの、群馬県とか栃木県とか田舎に帰って、で、それを地元で自慢をするというサイクルがあったんですよ。 普通にディズニーランドってテレビ CM で見つけるあれ行きたいよねっていうのがうっすらと子供たちの中にあって、で、たまにその中で40人に1人ぐらいが、じゃあ、その、東京っていつ千葉なんだけど、千葉のディズニーランドに行ってお土産を買って、で、こう、すごく楽しかったよって言ってお土産を見せる。あ、羨ましいっていう、そこに行きたいよね、羨ましいよねっていうのを日本全国にちょっとずつ作り続けたんですよ。それは広告戦できただと思うんですけど。で、それをやらなくなっちゃったんですよね、僕が知る限り。 なので、地方の人で、まずその、まあ、子供がそんなにテレビを見ないっていうのもあるんですけど、じゃあ、地方の子供です。テレビほとんど見ません。YouTube で育ちました。小学校1年から6年まで、ディズニーの CM 見てません。で、そこに、ディズニーランド行ってきたよっていう人が来た時に、あ、そうなんだ。うん、なんかディズニーランドで聞いたことある。あ,あ、そうなんだ。お土産。うんあ、ありがとう。っていうので、そもそも行きたい羨ましいにならないんですよ。っていう、その、うっすらと行きたいよねっていうブランドというのを、 お金をかけてずっと維持しなきゃいけなかったんですけど、そこの維持というのをやらないで、まあ、やらない方が広告宣伝費はかからないから、あの、利益率は高くなるんですよ。でも、徐々にそのブランドを食い潰していって、結果としてもブランドを、に、ブランド価値を持たない若い世代が育っちゃったんですよ。要は今の子供たちが、要はその、40代以上がなぜ言ってるかというと、ディズニー最高っていうブランドを持ってるから、40代以上の人たちはずっとお金貼り続けると思うんですよ。 でもじゃあ、今の20代、30代の子供たち、じゃあ10歳ぐらいの子供たちは、10年間もうディズニーに対するブランド持たないで来てるから、え、それだったらなんか UFJ の方がなんか空い,いてるし、アトラクションとしては面白いらしいよとか、なんか、火が出てめちゃくちゃ暑いとかあるらしいよみたいなのがあって、じゃあそっちでいいじゃん、みたいになってしまうっていう。なので、そのブランド力をちゃんと定期的に構築し続けるっていうのをやらなかったっていうのと、ディズニーの映画がつまんない。<laughs>